2015年12月14日今回はこちら R セニングとかカーブセニングとか言うんですけど、こういう風にちょっとこう曲がってるセニング、これはシザーの場合もあるんですけど、今回はセニングバージョンです。これはスキ率は 20% から 15% ぐらいなんですけど、こういうセニングどういう風に使ったらいいのか、これを使うメリットなどをやっていきます。まず髪の毛を減らすときは、頭の形に合わせて下、真ん中、上、頭の形、ブロックごとに考えて削いでいきます。それを利用して骨格の1、2、3、この下の部分から削ぐときに、こういうちょっとくびれたスタイルなんかは、例えば今回この襟足の部分をもっとシュッと締めたい場合、ここにインナーレイヤーを入れていきます。でその時にこのセニングもこの先の方よりも根元の方が量が取れます。それを利用してこう頭の形に合わせてまっすぐ引き出して、ここでこの根元の方を上に向けて、レイヤー状上が短くて下が長くなるように、こういう感じですね。レイヤー下が長くて上が短くなるように、これを上から入れて取っていきます。こういう感じでレイヤー状で、この時この線ですね、このブロックの下のこの輪、境目、ここの線に向かって頭の形に合わせて引き出して、この線にこの根元を、ハサミの根元の方を当てて、ここで角度を調節して入れていきます。はい、では次、今度上のブロック、ここですね、ここの真ん中のブロックは、ここ上を止めておき、今度は下よりかはもうちょっとこのシュッと締まった感を抑え気味なんですけど、ここも量を取りたいのでレイヤーで入れます。そういう時はこの R セニング、セニングを使うと頭の形に合わせて引き出して、今度はハサミはレイヤー状なんですけど、入れるところを上からじゃなくて下からなので、削げるのが上の方が少なくて下の方がよく取れる、なので下との違いをつけることができます。頭の形に合わせてレイヤー状に、で例えば量を減らしたいところ、この鉢の部分とかこの辺量がよくたまりやすいんですけど、一番この部分を減らしたい時にはハサミのこのレイヤーの一番短いところを、この一番減らしたいところにこうやってここで当てるようにして取っていきます。するとこの辺りに一番短いセニングが入ってくれて、その次にここから上、はい、今のこの線ですね、ここに今度は頭の形に合わせて引き出して、今度はグラデーション、下よりも上が長くなるグラデーションを、ここの線の位置から入れて入れてあげる、すると
グラデーションと下のレイヤーの境目、ここが V で取れますね。そうすることでこの鉢回りを抑えて、上はボリュームを出して、この真ん中は締めてあげて、一番下はさらに締めるというふうに考えることができます。なのでこういう R セニングを一つ持ってると、例えばカットを始めたばっかりとか入り始めの時なんかに、このインナーレイヤー、インナーグラデーションをこういうブロックごとに入れてあげると、その人その人に合った骨格を補正することにつながります。なのでぜひ、まあ、こういうセニングが必要とは言わないんですけど、まあ、こういうのもあるので、まあ、今実際持ってる方とかちょっと考えてる方なんかはこんな感じで考えてもらえるといいかなと思います。他にも前髪のアーチ状だったり、この毛先のちょっとカーブ状に入れたり、いろんな使い方ができるので、とても楽しめるセニングになってます。ということで今回は R セニング、カーブセニングの紹介でした。